テレビで放送される日本のアニメの本数を、そして時間をどうすればもっと増やせるのか、放送されることで DVD やキャラクターなどの関連商品の売り上げ拡大にもつながっていきます。作り上手だが売りベタと言われる日本、子ども向けアニメからティーネイジャー、大人、そして熱心なファンが好む日本アニメなど、さまざまなターゲットがある中で、どんな方法で海外の売上比率を増やせるのか、その戦略が問われています。はじめに企画の段階から海外の多様な人々を意識して制作を進める新たな現場の動きです。都内にある国内最大手のアニメ制作会社、新作アニメ映画の公開に向けて制作を進めています。この会社の看板作品、ドラゴンボールです。主人公が仲間と共に敵と戦い成長していく物語。29年前から世界70カ国以上でテレビ放送などがされてきました。今回の映画は最初から海外市場を意識し、日本に続けて世界30カ国以上での公開を計画しています。全ての国の子どもたちに受け入れてもらえるように、数あるヒット作品の中からこの人気作品を選びました。見てて多分スカッとするんだと思うんだけど、強いものへの憧れって世界共通じゃないですかね。しかし世界に売るためには新たな配慮が必要だといいます。特に子ども向けアニメの場合、日本とは比較にならないほど表現に対する規制があるからです。そのため今回は日本で多く見られる流血の場面はできるだけ避けるようにしています。そうした世界に広く受け入れられるようにする標準化を進めることで、この会社は各国のファンを獲得しようとしています。喜んでくれる作品をですね、作り続ける意味でもやっぱりビジネスとしてうまく成立する、やっぱ作品ってやっぱ作っていかなくちゃいけない。国内に還流するお金を大きくすることができるんであれば、それは本当にクリエイターにやっぱり戻すことができる、原作にも戻すことができる。海外人気は高いと言われてきた日本アニメですが、ここ10年近く輸出は伸び悩んできました。